宇宙の終焉をやってみたいと思います。よろしくお願いします。あと1億年ほどで宇宙が収縮し始める可能性があるという新たな論文が2022年4月5日科学専門誌米国科学アカデミー企業 PNAS で発表されました。この論文は宇宙論研究で他を牽引するブリンストン大学の理論物理学者 ポーール・スタインハート氏をはじめとした3名のの科学者によるものです。我々の宇宙はビッグバン以降膨張し続けていると言われていますが観測結果から考察するに数百万年前にダークエネルギーの急速な衰退が始まった可能性がありダークエネルギーの力は今後も弱まっていくと述べられています。 このまま弱まっていくと、計算によれば、今後6500万年以内に宇宙の膨張スピードの加速が停止し、今から1億年以内に完全に膨張自体も停止し、さらに数十億年経過すると、宇宙が現在の約半分の大きさまで戻ってしまうとのことです。これはサイクリック宇宙論と呼ばれる現代宇宙論の一つです。 宇宙は無限の自律的な循環に従うとする宇宙論で、循環宇宙モデルとも呼ばれます。今回の動画では、20世紀初頭より発展した現代宇宙論のうち、宇宙に終わりはあるのか、あるとしたらどのようにして終焉を迎えるのか、という宇宙の終焉について解説したいと思います。宇宙定数。 現代の理論はすべて宇宙論的推測を行うための共通の背景を与えているアインシュタインの一般相対性理論を受け入れなくてはなりません。一般相対性理論は簡単に言えば重力が時空を歪ませるというものです。アインシュタインが1916年に発表した最初の重力場方程式は rμμ-2 分の r g μ μ イコール c の4乗分の 8πgtμμ というものでした。この式は左辺が時空の歪み具合を、右辺が物質が持っているエネルギーを表します。当時は宇宙の大きさは普遍という考え方が支配的であり、このような宇宙モデルは現在では定常宇宙論として知られています。 ところがアインシュタインはこの重力場方程式を発表した後に一般相対性理論を宇宙に適用すると重力などの影響で宇宙は縮むと気づきました。そこでアインシュタインは重力場方程式の左辺に宇宙項を加えて r μ ス2分の 1rgμμ プラスラムダ gμμ イコール c の4乗分の 8πgtμμ としました。宇宙光とは、宇宙を股にかけたピラミッド構造の儲け話のことではございません。宇宙点数ラムダの値が正である場合は、時空が持つ積力を表し、 負である場合は時空が持つ引力を表す補正目的の項です。つまりアインシュタインは宇宙定数をわずかに精度し万有積力を導入することで宇宙の大きさが普遍であるように修正したのです。ところがその後、エドイン・ハップルの観測によって宇宙は膨張しており性的ではありえないことが明らかになりました。 アインシュタインはこの宇宙定数の導入を生涯で最大の過ちとして後悔したというエピソードは有名ですインンフレーション理論しかしこの宇宙港が最近になって再評価されるようになりました現在宇宙の始まりについて定説となっているビッグバン理論は 1927年にベルギーの司祭で天文学者のジョルジュ・ルメートルによって提唱されました。これは宇宙の膨張が永遠に続くという膨張宇宙論から導き出されたものです。この標準ビッグバン宇宙モデルの初期条件を説明するのが、初期の宇宙が指数関数的な急膨張、インフレーションを引き起こしたというインフレーション理論です。 インフレーション理論では、宇宙は誕生直後の10のマイナス36乗秒後から10のマイナス34乗秒後までの間に、エネルギーの高い真空、偽の真空から低い真空、現在の真空に相転移し、 この過程で負の圧力を持つ義の真空のエネルギー密度によって引き起こされた指数関数的な膨張、インフレーションの時期を経たとしています。インフレーション理論によって地平線問題、平坦性問題といったビッグバング中論のいくつかの問題点が解決され指示を受けました。インフレーション理論の原理は宇宙港の存在に相当する真空エネルギーの存在です。 この膨張の時間発展は宇宙港が性の値を取るドジッター宇宙と同様のものです。つまり、アインシュタインは宇宙港を宇宙の大きさが普遍であるように用いたことが誤りであって、宇宙港を付け加えたこと自体は宇宙が膨張しているという事実とは矛盾していなかったのです。アインシュタインはやはり時代の先を行く天才だったわけですね。ダークエネルギー。 インフレーション理論によると宇宙のインフレーションが起こるには前述のように高いエネルギー密度が必要ですエネルギーの高い真空から低い真空に相転移し宇宙が誕生後1秒の大きさになった時に必要なエネルギー密度が保てなくなりインフレーションは完全に終結すると考えられています。 ところが観測によって宇宙は現在も加速膨張をしていることがわかっています。この宇宙の膨張を加速させているエネルギーが何であるかは謎でした。一方、スイス国籍の天文学者フリッツ・スビッキーは1933年に髪の毛座銀河団の質量を計算によって求めましたが、 この値は、同銀河の光で観測できる天体の質量の総和を400倍以上も上回るものでした。ツビッキーはこのことから、目に見えない物質、すなわちダークマター、暗黒物質が存在するはずであると推測し、論文を発表しました。ダークマターとは、質量は持ちますが、 光学的に直接観測できないとされる仮説上の物質であり、銀河系内にあばねく存在すると考えられています。現在でもまだその正体は不明ですが、その後間接的にその存在を示唆する観測事実が増えており、現在ではその存在が定説とみなされています。 しかし、1990年代の終わりに人工衛星と望遠鏡の黄金時代を迎えると、遠方の超新星や宇宙背景放射を高い精度で観測することが可能になりました。観測が進んだ結果、このダークマターを考慮に加えても、宇宙の大半の質量が正体不明であるという観測事実に突き当たりました。 宇宙の膨張を加速させているエネルギーが何であるか、正体不明の宇宙の大半の質量が何であるか、この2つの問題を解決するために、アメリカの理論宇宙学者マイケル・ターナーは、ダークエネルギーという用語を作り出しました。ここで思い出していただきたいのは、アインシュタインが唱えた世界で最も有名な方程式と言われる E=MC 事情です。 この式は質量 M に高速 C の事情をかけるとエネルギー E になるという式であり、これは質量とエネルギーの透過性を表しています。つまり宇宙の膨張を加速させているエネルギーと正体不明の宇宙の大半の質量がどちらもダークエネルギーで説明できることを示しているのです。 ダークエデニティの存在は、その後、超新星や宇宙背景放射の観測などの結果から強い指示を受け、現在ではその存在が定説とみなされています。2013年までに発表された、欧州宇宙機関 ESA の宇宙望遠鏡プランクによる観測結果からは、宇宙の質量とエネルギーに占める割合は、原子などの通常の物質が4.9%。 ダークマター暗黒物質が26.8%ダークエネルギーが68.3%と算出されていますここで飲み物を飲まさせていただきますクインテッセンス このダークエネルギーの真の正体は現状ではほぼ推測の対象に過ぎません。ダークエネルギーは一般相対性理論の宇宙定数ラムダで表される真空のエネルギーではないかと考える人も多く、実際これはダークエネルギーに対する最も単純な説明です。 しかし現在もう一つ別の解釈があります。ダークエネルギーはある種の動力学的場が粒子的に霊気したものとして生まれるとする考え方であり、これはクインテッセンスと呼ばれています。クインテッセンスは空間と時間に応じて変化する点で宇宙定数とは異なっており、宇宙定数がダークエネルギーの正体の性的な解釈とすると、 クインテッセンスは動的な解釈と言えます。クインテッセンスは物理学における4つの力である強い角力、弱い角力、電磁気力、重力に続く基本的な第5の力として1998年に複数の物理学者たちによって提案されました。 クインテッセンスは運動エネルギーと位置エネルギー、ポテンシャルエネルギーの比によって引力として吸収的に働いたり、積力として反発的に働いたりすることができるとされています。つまり宇宙を膨張させるだけでなく収縮させることもできるわけです。クインテッセンスはおよそ10億年前に反発的になり、その結果宇宙の膨張が加速したと考えられています。 今のところ、クインテッセンスが存在する証拠は得られていませんが、存在の否定もされていません。では今日のメインのテーマ、宇宙の終焉について考えてみましょう。開いた宇宙の熱的死。これまでの観測結果から推測すると、宇宙の拡大が永遠に続くことが示唆されています。もしこの推測が正しければ、宇宙が膨張するのに伴い、宇宙は冷却され、 最終的に生命を維持することができなくなるというのが定説です。そのため、この宇宙の終焉シナリオは、熱的死と一般に呼ばれています。熱的死は宇宙の最終状態として考えられる状態であり、宇宙のエントロピーが最大となる状態を指します。エントロピーとは乱雑さの指標であり、 熱力学第二法則からエントロピーは必ず増大します。宇宙で無限の時間が経過すると、すべてのエネルギーが均等に分布する状態に到達します。この状態に達した宇宙は完全に均一であり、何も変化しなくなります。閉じた宇宙のビッグクランチ。一方、これとは真玉の宇宙の終焉論もあります。これはビッグクランチと呼ばれるもので、 宇宙全体に含まれる質量エネルギーがある値よりも大きい場合には自身の持つ重力によっていずれ膨張から収縮に転じ宇宙にあるすべての物質と時空は無次元の特異点に収束すると考えるものですつまりこれはビッグバンの時間逆転とも言えますサイクリック宇宙論 しかし近年、これらとは別の新たな宇宙の周辺論が台頭してきました。それは宇宙は無限の自律的な膨張と収縮の循環に従うとするもので、サイクリック宇宙論と呼ばれています。この見解では、ビッグクランチの後に再びビッグバンが起こります。ビッグクランチの後に続いてビッグバンが起こることをビッグバウンスと呼びます。 ビッグバンスはもともとは宇宙の起源について仮定された宇宙論的モデルです。最初の宇宙的事象は前の宇宙の崩壊の結果であるというビッグバンの周期的モデル、あるいはサイクリック宇宙論的解釈の一段階として提案され、 1980年代以降、複数の科学者により、たびたび論文が発表されていました。しかし、現代宇宙論は長らく宇宙膨張説が主流であり、またビッグバンズ説を裏付けるモデルがなかなか登場しなかったことから、サイクリック宇宙論が表舞台に出ることはありませんでした。 ところが、冒頭で述べましたように、ポール・スタインハート氏らの論文により、観測結果から宇宙が今後1億年以内に膨張をやめて収縮に転ずる可能性があると発表されました。これで宇宙が膨張と収縮を繰り返すというサイクリック宇宙論の信憑性が高まることになったのです。論文によれば、 宇宙の収縮のきっかけはダークエネルギーの急速な衰退とされています。これはダークエネルギーの正体が動的な解釈であるクインテッセンスであるとすると矛盾が生じなくなります。考えてみると無から U が生まれるビッグバン宇中モデルには直感的に違和感を覚えます。科学に直感を用いるのはナンセンスですが 私たちがビッグバンを理解しにくいのは、この直感的な抵抗があることは否めません。しかし、サイクリック宇宙論では、無から有は生まれません。現在の宇宙の膨張が加速しているのは、膨張と収縮の循環の中で、たまたま現在が膨張のターンに位置するからであるとすると、合点がいきます。今回の論文の筆頭角であるポール・スタインハート氏は、 1980年代にはインフレーション宇宙論の基礎を築くのに役立つ独創的な論文を発表しています。つまり、インフレーション理論を牽引する科学者の一人だったわけです。しかしその後、インフレーション理論は原理論との交換性がない可能性があること。 観測結果と一致しない点が見られたことなどから、スタインハート氏はビッグバンをビッグバンスに置き換える新しいタイプの宇宙論モデルの研究に転身します。スタインハート氏の新しいサイクリック宇宙論では、M 理論で必要とされる追加の次元やブレーン、原理論は必要ありません。時空で位置エネルギーが変化する通常の場で説明できます。 さらにビッグバンスはミスが無限大に近づくビッグクランチが起こる前に発生するのでビッグバンに基づく理論とは異なり得意点の問題は発生せず完全に計算できる穏やかな繊維となりますこの場合生命が死滅せず次の世代の宇宙に受け継がれる可能性もありますつまり宇宙に終焉はないということになります もしかすると私たちの子孫もずっと存続し続けられるのではないかということで、サイクリック宇宙論というものはなかなか夢とかね、希望がある宇宙論だと思います。資料に乏しいので確実には言えませんが、論文の二人の共著者は若い科学者のようです。人間、歳を取るとなかなか新しいものを受け入れることが難しくなりがちですが、 現在69歳のポール・スタインハート氏が自ら構築したインフレーション理論を捨て、若い科学者たちと共に新たな理論を構築し、観測によって理論の裏付けを取る。これはとても素晴らしいことだと思います。これまでシャンパングラスのようにどんどん広がっていく宇宙論を想像していましたが、もしかするとくびれのあるチューブのような姿かもしれませんね。 チカ子は連なるソーセージ宇宙論と呼びたいと思います。